次に会う時は大きな器になっていると期待していた。それがこのざまか。邪道人権、またも呵責の真似を。武神はあなたに期待してたのよ。残念ね。至らなかった自分を恨むの。ジンバレル様、私にもう一度機会を。武神の子孫、新たな器を見つけました。おお、お前が初めて役に立ったな、ユーラ。特別に褒美を与えよう。説明をさせ。構わん、どうせ嫌でも言ってもらうことになる。後で聞こう。まずは用済みの器を割らねばな。こんなところで死ぬつもりか。しっかりしろ、目を覚ませ。